バスケットボールイギリス代表はイギリスバスケットボール連盟によって国際大会に派遣されるイギリスのバスケットボールのナショナルチームである。かつては世界選手権及び欧州選手権にはサッカーラグビー同様イングランドスコットランドウェールズに分かれて出場していたが近代オリンピックは単一国家による出場が大原則であるためオリンピックに向けては イギリスバスケットボール連盟によるイギリス代表が組織され、2012年以降、高級化された。なお、北アイルランドは統一イギリス代表には、加わっていない。2004年以前に、イギリス代表が組織されたのは、自国開催の1948年ドンドン五輪のみで、この時は5戦全敗で一時リーグ敗退であった。その後、イングランド代表は、 欧州選手権から1981年を最後に、遠ざかるなど、各、ナショナルチームは低迷しており、統一イギリス代表が組織される機会はなかった。しかし2012年に、ロンドン五輪が開催されるにあたり2005年に、統一イギリス代表が組織されることが決まり、2006年のユーロバスケット B で、イギリス代表としては58年ぶりの国際大会参加となる。 2009年ユーロバスケットの予選を突破し、本戦への出場を果たした。ロンドン五輪に先立ち、イギリス代表を常設化するとともに、英国内3協会を2016年、リオデジャネイロ五輪後を目途に統合することを決めた。ありがとうございます。